今朝、杉並区高円寺駅近くの雑居ビル2階の居酒屋で火事があり、男性4人が死亡したほか、男女11人が怪我をしました。火事があったのは、JR 高円寺駅南口から100メートルほどの繁華街にある5階建てのビルで、今朝9時15分ごろ、2階にある居酒屋、石狩亭から火が出ました。JR 高円寺駅南口の商店街です。あちらに見えます建物2階の居酒屋で火事は起きました。火は2階部分の130平方メートルを焼いて、およそ1時間後に鎮火しましたが、この火事で30代と見られる男性が2人、40代と60代と見られる男性が1人ずつ、合わせて4人が死亡しました。このほか11人が怪我をして病院に搬送されました。この店は夕方から朝の10時まで営業していて、出火当時には30人ほどの客がいました。階段でしか行けない。階段しか行けない。エレベーター、そう、ないです。ないっていうか、階段しか利用したことないです。結構暗めのお店でした。結構団体、座敷が多いんで、団体のお客さんも入ってました。警視庁などによりますと、亡くなったり怪我をした人はこの店の客や従業員で、ビルからを飛び降りたり煙を吸ったりしたということです。店にいた客の一人は、厨房から出た火が布製の天井に広がり一気に燃えたと話しています。警視庁では業務上過失致死傷罪の疑いもあるとみて、明日の朝から現場検証を行うことにしています。